ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はドラゴンボール Z スーパーサイヤ人伝説の続きをプレイしていきたいと思います。前回の最後はですね、ベジータとナッパが襲来して、ベジータを見事悟空の元気玉でね、一発でやっつけて、ベジータを帰らせたという、地球を守りました。今回続きでナメック星にね、吸ったもんだがあってナメック星に向かう。でナメック星のドラゴンボールを使うということになりますね。そう、ピッコロがやられたから生き返らせるんだったよね。地球のドラゴンボールがね、なくなったから。通りなんですけど、漫画と原作と違うのが、見てください、天津飯いるでしょ。天津飯とヤモちゃんもついてきてくれてますんで、本当だったらね、クリリンと孫悟飯だけじゃないですか。原作はそこは違いますよね。まあ能力的には対して天津飯の方が強いな。このバトルポイント2024っていうのが戦闘力ですけどね、スカウターで見れる。うん、天津飯いるから行きましょうか。さあ行くぞ。もうすでにナメック星に到着してるとこからですね。なんか家があるぞ、早速。あ、回復？まあ、全員満タンですけどね。よし、ここを回復拠点にね、周辺を探索しますか。あ、じゃなくて、ドラゴンレーダーですね。うん。すぐ近くにありますね。行ってみましょう。斜め右上。お、雑魚キャラ出てきた。おお、これはフリーザの手下かな。オートで倒せるかな。お手並み拝見と言いましょうか。敵のレベルをね、このナメック星の、そんなもんなんだ。うわ、結構強いぞ。マジか。ちょっとなんかカードは弱いな。オートではやばいかもね。マニュアルで。うわ、むっちゃ相手のカード、アプール ZZ って最強のカードじゃないですか。うん、天津飯うちのエースなのにダメだな。回復するやつ、神様か。ヤジロベエ使っちゃう。ヤジロベエいけ。ヤジ弱っ意味ねえ。ヤジロベは本当はベジータがね、大猿になった時尻尾を切る役でしたよね。それがヤジロベのベストマッチですよ。おお、一匹倒してくれた。天津飯がうちのエースか。クリリンのアップいいですね。お、倒したか。なんとか頑張ったら戦えるレベルですね。お、クリリンレベルアップ。
でもね、なんか回復しに戻ろう。ちょっとね、この辺りでレベル、オートでいくか。結構一回戦ったらレベル誰かが上がるぐらいだったらね、まだ、レベル上げする気にもなりますよね。バナンとアプール覚えちゃったね。カードバトル、やっぱりカードがすごい重要だよな。攻撃力が全然違いますもんね。お、いいカード来たんじゃない？ご飯が死にそうなんですけど、大丈夫かな？回復カプセルのとこあったじゃないですか。あそこで、もし死んだら、死んでても回復するのかな？スカウター A を手に入れた。へぇ。敵の戦闘力とか見てみたいね。着陸、安全に安全に行こう。回復、ご飯が死にかけてたからね。よし、もう一回行きましょう。離すって何？よし、右上行こう。おお、なんかいる。着陸、あれ、着陸着陸。お、誰か死んでますよ。離す、殺されている。ザじゃないですか、あれ。ザーボンとドドリア。これ漫画だったらどっかにあのデンデがいるんじゃない？デンデ、デンデを探せ。フリーザに見つからずに、デンデを救いましょう。あら！私はあなたたちのドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものですが、ドラゴンボールはどこですか？ここにも一つあると思うのですが。知らん！そんなものは持っとらん！この星の人はどうも頑固でいけませんね。ドドリアさん、この人たちも素直になっていただきましょう。はい。ドドリアのエネルギー砲。村人 A が死んでしまう。いかがですか？少しは素直な気持ちになられましたか？お前たちには絶対渡さん！なるほど。ではその子供にも死んでいただきましょう。ぐ、やむをえん。だが約束しろ。子供には絶対に手を出さんと。そうそう、初めからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと立ち去れ。では残りのボールの愛かも教えていただきましょうか。ふざけるな、死んでも教えるか。ではお望み通り死んでいただきましょう。フリーザー、うがー、フリーザ様、子供はどうしましょう。おまかせ、ピアさん。へへへ、こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。またドドリオ砲か。おっと、やめろー。ご飯やってしまった。ナメックの少年デンデを助け出した Z 戦士たち。だが恐ろしいドドリアが、え、どうなんやろ。ドドリアには勝てないからね、今。Z 選手をうまくコントロールして、ドドリアを振り切るんだ。エネルギー弾に当たればダメージを受けてしまうぞ。え？どういうこと？なにこれ、なにこれ、なにこれ？シューティングか？開いた！開いた！
怖っ怖っ。あー、いた！あ、いた！あー、やばい！あ、いた！あ、いて、いて、いて！まだか？うわ、だいぶ受けてましたね、ダメージ。大丈夫かな？なんとか逃げられたみたいだ。よかった。さあまたドラゴンボールを探さなきゃ。なんとか振り切ることができた。おお、デンデがいる。能力でレベル1。おおほほほほ。うわ、ヒットポイントみんな減ってる。今ここはどこなんでしょう。ちょっとセーブしておこう。ここどこなんだろう。あ、ドラゴンレーダー使いましょうか。だいぶ遠いな。2つになってるね。うん、上の方がフリーザとしたら左かな。でも回復したいね、これ。いち早く回復したい。あー、やばいよ、これは。みんな疲れてるのに。逃げたいね、これ。逃げる。あー、やばい。神様？神様使おっか。逃げよう。逃げろ。あー、ダメか。逃げろ。ダメだ。逃げろ。よし。バトルカードが弱くなっちゃった。あー、やばい。やばいな、これ。バトルカードが最低。逃げろ、逃げろ。よし。回復上ないのかなぁ。やばいですね、これ。お、敵の方が逃げたぞ。あのところに行って意味があるのかな。回復したいんだけどな。回復、回復。あ、なんかあった。あー、逃げろ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 。あ、逃げられないの？マジか、最低の。うー、やばいな。やばい、全滅の危機。耐えてくれー。デンデが回復してほしいな。死んじゃったかな。おー、クリリン死んじゃう。あ、全員相手にするのか。もうクリリン死んじゃったね。いやー、参った。ドリアから逃げるのに手間取りましたもんね。頑張れ山ちゃん。
あ、デンデ回復してくれないんですね。きついな。どれかを必殺技に、必殺技にしよう。そしてもう生き残るためには全部使いますよ。ベジータ、もうないね。よし、戦おう。あ、デンデって何？デンデは怯えている。ご飯。天津飯。ご飯にしよう。ご飯は、まあで。天津飯は、必殺技で、飛行砲。うん、飛行砲。じゃあこれでいいか。デンデは怯えている。あれ、何これ、どういうこと。え、何これ、バグじゃない。バトル参加に、ああ、 X ボタン押したいのか。はい、これ倒してほしいな、一匹。気候法。よーし。天津飯の最強の技ですからね。本当はクリリンの紀炎山が良かったんだけどな。死んじゃった。え、逃げ出した。経験値くれ。まったく。ナイス。あらま、やばい、死ぬ。ベジータ普通の攻撃？バトルポイント24000、すごい。10倍ぐらい強いですね。お、全員相手。いいね、ベジータ。惑星ベジータ。惑星ベジータじゃん。おーし、これでもう全滅。よーし、よーし、よーし。もうちょっと着陸。やばいですね、死ぬもん、もう。陸上じゃないの？あ、違う。お助けカードか。売る。スカウター。スカウター売るか。なんか買わないとね、これ。生きていけない。ブルマーが回復でしたっけ？エンマ大王。ポポカリン様、ブルマが回復でしたっけね。少し回復ってやつやね。これ買っとこう。いやー、ここじゃないのか。で、ブルマ使いまくりましょうか。ブルマ、あ、クリリンがいない。クリリン、あ、間違った。これも歩いてどっかまで回復しに行くしかないですね。なんとも Z 戦士たち、頼りないなぁ。デンデ。デンデ回復してほしいな、なんか。まだそんなに仲良くないんでしょうね、デンデと。よし。今回はここまでにしたいと思います。ちょっとね、次回。なんとかクリリンを生き返らせて、デンデと一緒に、ね、漫画だったら、原作だと、デンデとクリリンが最長老様のとこにね、行くんですけど、情報だと、ドラゴンボールを探せみたいなコメントがあったんで、
オリジナルっていうかね、このゲームに沿ってあのドラゴンボールのところにドラゴンレーダー見ていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。 Z 戦士の戦いは続く。それではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。